こんにちは、主婦レシピです。今回はポテトクリームコロッケのご紹介です。クリームコロッケよりも成形が簡単なので、ぜひお試しください。主婦レシピチャンネル登録よろしくお願いいたします。材料をご紹介します。じゃがいも中3個、玉ねぎ2分の1個、牛乳 400ml と調味料です。じゃがいもは小さめの角切りにしていきます。今回は鍋で10分ほど茹でましたが、電子レンジで加熱しても大丈夫です。玉ねぎはみじん切りにしていきます。鍋にお湯を沸かしたら、塩小さじ2分の1を加え、じゃがいもを茹でていきます。今回は10分ぐらい茹でました。熱したフライパンにバターを加え、溶けたところに玉ねぎを全量加えていきます。しんなりするまで炒めていきます。焦げつかないように火は中火程度で大丈夫です。玉ねぎがしんなりしてきたところに小麦粉大さじ8を加えていきます。小麦粉が焦げつかないように火は弱火にしてください。小麦粉がダマにならないように全体をなじませるようによく混ぜていきます。そこに牛乳を少しずつ加えかき混ぜていきます。これを5回ほど繰り返していきます。再び牛乳を加えよく混ぜていきます。ダマにならないようによく混ぜてください。牛乳をすべて加え終わったら、グツグツするまで火を強めて、小麦粉に火を通してください。そこに塩小さじ2分の1とコンソメ小さじ1を加え調味していきます。これでホワイトソースの完成です。じゃがいもが10分経って柔らかくなったので、お湯を捨ててザルにあけていきます。それを小鍋に戻し入れ、マッシャーで潰していきます。じゃがいもの潰す粗さはお好みで調整してみてください。潰したじゃがいもをホワイトソースに加えていきます。全体をよく混ぜ合わせなじませてください。これで種の出来上がりです。バットに移し、冷蔵庫で3時間ほど冷やし固めてください。乾かないように粗熱が取れたらラップをしていきます。3時間経って揚げる前の準備です。水溶き片栗粉は大さじ5杯ほどの小麦粉に水 100ml くらいで作りました。少しずつ水を加えながら混ぜていって、サラサラよりもドロドロした感じに作れば適当で大丈夫です。種を10等分に切っていきます。俵型にまとめるので細長い形に切っていってください。手に水を少々つけると手にくっつかないのでおすすめです。俵型に成形していきます。コロコロ転がりやすくなり、全体をまんべんなく揚げることができます。10個できたら衣をつけていきます。水溶き小麦粉をつけて、パン粉をつけて、油で揚げていきます。油は中温に熱してください。油の温度が下がりすぎないように4個ずつぐらいで揚げていってください。
最初は触らないで固まるようにちょっと揚げていって、時々ひっくり返しながら揚げていきます。こんがりきつね色になったらバットに取り出していきます。残りも同じように揚げていって完成です。揚げたてはとっても中がとろりとしていて美味しいです。ぜひお試しください。主婦レシピ、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。